今日もお疲れ様でございました。久しぶりのスタジオでお二人いかがでしたでしょうか、ほのかちゃん。やっぱりスタジオの方がやりやすいですよね。ちょっとね今までリモートで別の場所でしたからね。でもこうやって戻ってこれて嬉しいです。心が全然こもってない。そうなんだよね。悲しかったです。さあそして坪ぼかくん。いや本当に久しぶりの生若子。あれ半年分。 ここうそうですね、うん、結構開いてましたね<れ>この番組自体も僕11月が最後だったんで出たの <laughs> <ー>でその前はリモートだったんで <laughs>、うん、生で秋山さんと和歌子さんに会うのはもう本当に半年以上 1>, 1年も経つかし1年は経たないと思いますしし、うん、はい 本当よく来れたね。そんな平気な顔してね。本当ですみません。今日今日はねでもね一レース当てましたから良かったです。データあんな良かったんですけどね。さあ今日の反省会なんですけども何をするかと言いますとあの今日の VTR で出ました東海直線の舞台のボートレースツーありましたよね。内山君が今日講師でやってましたけども途中出てましたマスコットキャラクターツッキー。 こちらイラストで書いていただこと。うわ、スッキ。あれなんかちょっと出てましたよ。ね、番組の中でも。はい。出来損ないのシェンロンね。そう。ああそっかそっか。そのフレーズに引っ張られて絵がね、出来損ない。まあ。ですか。書いすごいさシェンロンではなくてスッキーの名前の由来はあの恐竜。あそっちなんですか。ネッシーか恐竜の方なんですよ。へえそういう恐竜がで。 えっとまあ月を呼ぶじゃないけどその月に、えー、なんとかなちなんでのツッキーっていう名目になったらしいですけどね<ー>これ今のすごいヒントでしょツとキーと仙路じゃないのよイトダさんでもツだからツッキーかって言ってなみませんでした言ってたよね<ー>全然違う情報を勝手にでも, <laughs> でもそれもかけてんのかなボートレースっていう,のそう,そうツとその月をかけていかがでしょうか書、はい、きましたかじゃあお二人一斉に せえのじゃじゃんあ、うまいなんかかわいいねえ、かわいいじゃんえ、絵心ありますね結構つばころくんそれかわいいじゃん漫画ここら辺でちょっとごまかすっていうツッキーってうねあ、でもなんかぽいぽいぽいこんな感じでしたよねこんな感じこんな感じ口がわかんなくて適当になっちゃったんですよねじゃあちょっと正解見せますよはいほのかちゃんのこれですフィースしてる

これかわいいよ。ね<え>。これサインして。覚えてください。視聴者の方。欲しいですか、こんなの。欲しい欲しいでしょファンの方。<laughs> ファンいないんです、僕。<laughs> <laughs> そうだった、ごめん。これどうしましょう、判定は。でも近いっちゃ近かった。でもいいね、これどっちもいいじゃないですか。どうします。ちなみに島崎はどっちがいい。<ねえ S 2> いや、でも、これ二人ともいいと思うんですけど、どうですか。もう二人とも正解。<laughs> った。<うん S 2> <laughs> じゃあ、お二人にはこちら、えー、東海地区製のパンフレット。あれ。 プレゼントしたいと思います。来週2月6日が初日なので、ぜひ皆さん。カレンダーにね、ちゃんと書いて。パンフレットプレゼント。はい。他のね、ちくもご覧の日程でね。開催しておりますので。これでも、便利、を中にこうやって選手の。皆さんもらえるやつ。そう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 。さあ、次回のベストチャレンジャーってクイズはですね、2月の7日となっております。4人の中からですね、ベストチャレンジャーを予想してください。プレゼントはご覧の豪華なセット、こちら。 オーブー、ね、ファンクラブサイトをご覧くくだださささいい,いいいいいいかわわででででしししょうううの欲しいですそれれまたた次回予想頑張ってください、はい、とけ皆ん今日はお疲様それではまた来週です。